私は勝人さんに引っ張られて白川産業を後にした。勝人さんは道に着くなり一気に喋り始めた。この建物見たことねえか？二条は床にぶつけた顔が痛むのか無言で座っている。だからさ、もうすぐ朝とは和解できるんだ。それで証拠を返せって言ってるのに、あの老人ったら。な、そう思うだろ？でも、朝さんは。私はしどろもどろに答える。大丈夫なんだ。へへ。平気なのさ。何が大丈夫なんです？事なかれ主義の私に呆れたように、虹は息を吐くとそう言った。朝の、浮気のことだよ。野田とはもう話がついてるんだ。話がついてるって？私は驚いたように聞き返した。あいつ。ああ、野田のやつ。この間俺に電話してきてさ。意外と話のわかるやつなんだ。ま、野田にもいろいろ事情があるらしいんだけど、俺のことは朝から聞いてなかったらしくてね。翔子さんの言うように、和人さんはかなり饒舌だった。聞いてもいないことをペラペラと喋ってくる。むしろ俺に協力してくれるって言うんだよ。情けないと思うかもしれないけど、朝がコロッと言ってしまうセリフっていうの？そんなのまで教えてくれるって言うしさ。はあ。聞いてるとこっちが恥ずかしくなってくる。だからさ、あとは証拠だけなんだよ。君たちからも頼んでくれよ。男のおしゃべりはみっともないな。付き合ってられないよ。ぎんなん、行くぞ。虹が立ち上がっていった。和人さんうつむいてボソボソ言っている。この人言っちゃってる人なのかな。野田は約束してくれたんだ。私たちは和人さんを残したまま、後味の悪い思いで図書館へと帰った。翌日。ぎんなん。虹が私の名前を呼びながら書庫に降りてきた。何？あ、ごめん、呼んだわけじゃないよ。何？でも今ぎんなんって。これこれ。そう言って虹はぬいぐるみらしきものを取り出した。それはテレビ番組のキャラクターで、つるりんとした頭が特徴のヒュージの人形だった。ヒュージ？なんで私の名前を呼んでたの？ふふふ。虹は不敵な笑みを浮かべる。聞きたい？こういう時は大抵いいことはない。まあ一応見てて。そう言うと虹はヒュージに向かって私の名前を呼んだ。
ヒュージーの頭部が光り出す。ちょっとどういうこと？何？なんで私の名前なわけ？いいじゃん、かわいいだろ。このボタンを押して名前を記憶させると、その声で頭が光り出すんだ。かわいくない。私が拗ねた顔をしていると、虹尾もちょっと反省したのか話題を変えようとした。ところでこの証拠、いつになっても片付かないね。ちゃんと働いてるの？虹尾は本の整理をする私の脇に立ってそう言った。当たり前じゃない。ここまで来るのにどれくらいかかったと思ってるのよ。ほら、これなんか間が一冊足りないよ。と言って虹尾は本棚の隙間を指さす。別に揃ってなくてもおかしくないでしょ。この図書館は誰かに貸し出すために本を置いてあるわけじゃないんだから。そうだけど。二条は指を指したそばにあった本を手に取りながら言った。そして電話か。ぎんなん、電話鳴ってるよ。田所さんね。やっとかけてきたんだわ。私は一階へ向かった。田所さんからと思ったその電話は意外な人物からだった。はい、野々宮図書館です。し、白川のあの、てる子です。あ、この人翔子じゃなくててる子だった。今から言い換えます。はーい。あ、てる子さん、どうかしたんですか？和人さんが、朝の部屋で。え？一体どうしたのかしら？電話越しにも、てる子さんが動揺していることが伺える。あの人が、おえつが漏れて言葉にならない。てる子さん、すみません、息が。大丈夫ですか？てる子さんのただごとではない様子に、私は今からそちらに行きますと言って電話を切った。田所さん、なんだって？二条は談話室の扉から顔を覗かせながら言った。照子さんからだった。その様子じゃ何か？私の言葉に何かを感じ取ったのか、二条は続けて言った。ええ、多分ね。とりあえず行くって言ったわ。そう。虹尾、悪いけど留守番お願いできないかな。いいよ、その代わり。じゃあよろしくね。それと給仕もらっていくわよ。え、それは。私は虹尾が言い終わらないうちに館を出て行った。私は照子さんの家へ向かう道を歩いていた。白川翔子、フルネームだと長いわね。私はヒュージに名前をつけていた。翔子ちゃん喜ぶかしら、こんな人形あげんの。
急だったからこれで仕方ないわよね。さて、名前何にしようかしら。しょうたん、しょうこっち、しょうこりん、しょうちゃん、しょうこじ、しょうちん。また名前つけんのこれ。しょうたんにしようか。かわいい名前ね。一人、ヒュージに向かってブツブツつぶやいているうちに、私は翔子さんの家の前までやってきていた。でかい家だな。呼び鈴を押しても誰も出てこない。再び鳴らしたが、返事はなかった。私はもう一度呼び鈴を押した。今度は大声で怒鳴った。敷地の中へと入っていった。なんか倒れてそうな気がする。入ってみようか。入れるのか。テルコさんの家はかなりの豪邸で、風格のあるたずまいであった。たしょうこちゃん。私はなぜか懐かしく思えるその顔に微笑みながら声をかけた。はい、お土産。私はしょうこちゃんにヒュージーを差し出した。嬉しくないよね、こんなのもらっても。しょうこちゃんは無言で受け取る。一応受け取ったんだ。あ、可愛くなかった？でもね、ほら、首のボタンを押して名前を。あれ？しょうこちゃんは庭の方へ走って行ってしまった。あ、しょうこちゃん、言いかけた時、ガチャリと鍵の外れる音がした。あ、よかった。ご存命で。テルコさん。その顔は以前よりも痩せ細っているように、私の目には映った。中に、テルコさんのか細い声に促され、私は屋敷の中に入っていった。テルコさんは、私の顔を見て一瞬ほっとしたようだったが、部屋に戻るとまた震え始めた。テルコさん、和人さんのことはご不幸でした。私がそう言うと、テルコさんは首を振りながら話し始めた。違うのよ。現れたって何がですか？クルスよ。クルスが蘇ってきたの。クルスさんが？落ち着いてください。死んだクルスさんが蘇るわけないでしょう。テルコさんの震えようは尋常ではない。ちょっと待っててください。私はキッチンを探すとコーヒーを入れた。和人さんが殺されたですって。テルコさんから聞かされた話は予想以上に衝撃的だった。ええ、昨夜のことなんだけど。昨夜、和人さんは朝三宅で殺されたという。
最初に通報したのは朝さん宅の隣人で、夜帰宅して玄関で靴を脱いでいると隣から女性の悲鳴がしたらしい。隣人の女性はその悲鳴にただならぬ雰囲気を察知して110番通報したのだ。しばらくするとズズズという何かを引きずるような音を聞いたらしい。怖くなった女性は外に出ることはできなかった。しかし玄関の覗き穴から仮面の男が歩いていくのが見えたと証言している。仮面の男が今度は殺人を？ええ、一体どうなってるの？警察はなんて？警察は朝の証言を疑ってるみたい。朝と和人さん別居してたでしょう。別れ話のもつれじゃないかって。でもあの子はそんなことする子じゃないの。テルコさんは取り乱してそう言った。テルコさん、犯人に心当たりはないんですか？わからないわ。でもあの子の家を知っているのは野田と会社の一握りの人間だけよ。なるほど。とすると犯人は。私が視野を巡らしていると、テルコさんが急に歌い出した。花の妖精大忙し、笑って大空駆け巡る。テルコさん、気が触れたか？テルコさんは何かに取り憑かれたように歌詞を口ずさんでいる。笑顔で大空跳ね飛び跳ねる。春が来たなら仕方がない。それが花の仕事だから。テルコさん。しかしテルコさんに私の声は届いていないようだった。花の妖精大はしゃぎ。夜の宴は朝まで続く。朝が来たなら花開く。真っ赤な大輪、自慢のドレス。どうしたんですか？私は呼び続けた。花の妖精恋をする。愛しい人に届けようと。思いの文が風に舞う。冷たい風はすぐそこに。思い実るか、頭垂れるか、神戸垂れるか。テルコさん。花の妖精すっからぴん。枯れた体をさすっては木枯らし吹かれて涙する。春が来たならよみがえる。涙で大地を潤して。春が来たならよみがえる。テルコさん。テルコさんはやっと私の方に視線を戻した。ふふふふ、クルスがよみがえったのよ。え、今の詩聞いたでしょ？ええ、テルコさんがお母さんに歌ってもらったっていう。この詩は復活の書にも記されていたの。
どういう意味？私がそう言いかけるのを遮るようにテルコさんは言った。笑顔で大空飛び跳ねる。笑いの面で飛び降りたのよ。ふふふ。そんなバカなこと。涙で大地を潤して、春が来たなら蘇る。泣きの面で大地を潤したクルスは、蘇ってきたのよ。テルコさんは、焦点の定まらない目でそう言った。テルコさんは、あまりの恐怖とアサさんを信じたい心から、クルスさんの復活なんて妄想を抱いてしまったんだわ。テルコさん、よく聞いてください。こうは考えられませんか？いわゆる見立て殺人です。見立て殺人？そうです。死んだのに見立てて殺人を犯すことです。テルコさんの目がやっと元に戻る。でも、一体誰が？そうですね。朝さんの家を知っているのは、野田さんの他に、会社の一握りの人間って言ってたわね。犯人の可能性があるのは、佐々木さん、安藤さん、野田さん、朝さん。野田さんが一番怪しくねえか？ね。野田さんか。現時点では一番怪しいわね。でもクルスさんのこと知ってたのかしら？それに自分が真っ先に疑われるようなことなんてしないわよね。とりあえず今は黙っておきましょう。ちょっと見当がつきませんね。私はそう答えた。そう。テルコさんは肩を落としてそう言った。テルコさん、朝さんに会いに行きましょう。え？お見舞いですよ、お見舞い。ええ。朝さんに直接聞いてみれば、何か手がかりがつかめるかもしれないですし。あ、もう行ってますよね。いえ、朝のところへはまだ。警察がダメだって言ったんですか？そういうわけじゃ。それなら、私が言いかけると複雑な表情を見せながら、テルコさんは言った。以前お話しした通り、私と朝はもう何年も顔を合わせたことすらないの。こんな時に会いに行ったら、お恥ずかしい話なんだけど、なんて言っていいのか。テルコさんは目を潤ませる。それに、翔子も父親の死にショックを受けて、以前のように閉じこもりがちに。だから、一人きりにさせておけなくて。テルコさんは言った。わかりました。心配しないでください。朝さんの心も私が開いてみせますよ。ありがとう、銀南さん。私はそう言うと、テルコさんの家を後にした。私は朝さんの入院する病院へと歩いていた。それは銀南君の仕事かい？
やっぱりまずいかしら。田所さんの遠回しな小言が頭に浮かんでいたのだ。いや、これは人助けよ。確かに朝さんに聞いてみたいことはあるけど、照子さんの代わりにお見舞いに行くだけだし。私はそう自分に言い聞かせた。ねえねえ、それじゃあこれ知ってる？すれ違う女子高生の話が聞こえてくる。ここで突然ミステリーチップを使います。私は彼女たちの話に耳を傾けた。どうやら噂話のようだ。何何？教えてユミ。ちょっと変わったクイズなんだけど。クイズ？そう、クイズ。でもこの問題当たった人いないんだ。任せてよユミ。こう見えても私クイズとかパズルとか得意なんだ。っていうか当てたらやばいと思うよ。そんなもったいぶらないで早く言ってよアミ。あー、この二人電車でいた二人かしら。わかった、よく聞いてね。うん。ある有名な猟奇殺人鬼2人が裁判の時に精神鑑定を受けたんだって。ずいぶん女子高生の割に渋いチョイスだな。その質問に彼らが何て答えたかが問題なの。その問題って？あのね、ある家族がいました。その家族は父、母、息子の3人家族でした。ある時父が亡くなりました。妻は夫のお葬式をしました。夫のお葬式で妻は夫の会社の同僚に一目惚れをしました。そしてお葬式の翌日、妻は息子を殺してしまいました。なぜでしょう？いい？猟奇殺人鬼たちが何て答えたかが問題なのよ。アミ、質問があります。何？ヒントはダメよ。答えは2つなの？ううん、1つ。2人とも同じ質問を受けて同じ答えを言ったの。そっか、ちょっと待ってね、すぐに。しかし悩みなんて何もなさそうで羨ましい。そうか、今のクイズはどうなんだろうね。私なんてまだ若いのに、すでに上司の顔色なんて気にしてる状態である。このままだと若くして老け込んでいってしまうんじゃないかしら、などと考えていること自体すでに若さを失っている証拠かもしれない。何事も前向きに考えないと。お見舞いお見舞い。え、さっきのクイズの答えは何なの？そういえば、私は小学校の同級生だったまさきくんのお見舞いに行った時のことを思い出した。あの時は緊張しすぎて置いてあった花瓶落としちゃったっけ。初恋の甘い思い出を振り返っていると、何かが足りないことに私は気づいた。お見舞い？手ぶらは良くないわね。お見舞いといえば花よ。お見舞いといえば果物よ。食べるもの制限されてるとね、果物持ってってもなってところがあるから。でも入院してるのって、なんで入院してんのこの人？事件があったからかな。
お見舞いといえば花よ。花を持っていこう。すみません、私は通りかかった花屋さんに入る。すみません、出てきたのは18歳くらいの男の子だった。その子はどこかで見覚えのある顔をしていた。誰だろう。店員は何も言わずに立っている。もしかしてスミオくん？でもスミオくんはもう二度と。店員は表情を変えない。秋野です。銀なんですよ。でも絶対そうよ、高田スミオくん。しかし彼は無言のままだった。人違いでした？ごめんなさい、知り合いにとても似ていたので。私がそう言い終えた時、ごめんなさい、お待たせしちゃって、という声とともにもう一人の店員らしい女性が店の中から出てくる。お祝い事ですか？お客様？あ、はい、お見舞いなんですけど。お見舞いですか。それではこちらの花なんていかがですか？あなたはどう思う？私はもう一度スミオくんに話しかけた。こちらの花もいいと思いますが、この花の方が最近人気がありますよ。女性の店員が答える。女性店員が言い終えると、スミオくんに似た男の子は店の中に入っていってしまった。お客様？それでいいです。わかりました、今お作りしますので少々お待ちください。領収書お願いします。宛名は野々宮図書館で。料金を渡しながら私は言った。必要なものがあるとき領収書をもらえば経費で落としてくれるって、この間田所さんに言われたばかりだったのだ。ありがとうございました。何ですか？もう一人の店員さんって？あの子むすっとして全然働かないの。ごめんなさいね、何か気に障ることでも。いえ別にそういうわけじゃ。やっぱりスミオくんじゃないのね。今の子なんか関係あんのかね。私は何か釈然としないまま病院へ向かった。